どんどんいっちゃうぞ。ペースが上がってきておりますよ。あ、試練の山だ。また試練の山山頂ですよ。ここでセシルが暗黒騎士から、なんかやばそうなやつ一人いる。あいつ絶対強い。うお、強え。これどうなの。うお、これはダメだ。2100。ちょっとびっくりした。え、もう一人。ああペニオ、これはあかんやろ。めっちゃ強いやないか。あ、待った、えい、リカバリーこのままでリカバリーだった。あー、やばいやばい、強い。ど、逃げるか。ほ、どうしよう。ど、が、ここでそんなが、そして、フェニオ、そして、シロマホ、プロテス。突然限定と思われたあの魔法が。でもあいつ、ベギモン。ただローザと共同に当たると死ぬな、これ。リカバリーロットは耐えろ。どうなるかな。結構ガッツンエンジン。あ、ローザ大好きですね。ああ、ちょっとローザ好きすぎやろ。どれぐらいになるんだろう。お、やば、何この、ごめんちゃい、この親子ばっかになる。ごめんちゃい、忍術カトン、カトンじゃない、なんだっけ、煙玉。ありがとう、さようなら。下に置いていった。これあかんわ。ダメですね、強い、いきなり強い。いきなりなんだ、どうした。ちょ、いきなり本気出しすぎじゃない。あれはきついね、うん、有名どころの敵キャラは強いですね。まあ彼なんてレジェンドみたいな敵だからな。じゃあここで一回セーブをしましょうか、はい、あ、またイベントか。よかろう、イベント受け入れよう。ヤンク、あ、お、レオノーラさん。これはまさかパロムとコロムとレオノーラの、あの恋事情じゃない。あ、なんだいきなり、なんでこのなんだなんだこのいきなりさ、その恋バナラッシュ。絶対これあれだろう。絶対パロンいるだろう、その辺に。隠れてる。うん、和んでるし。お前たちは戦列を離れてるんだね。もうすでにレベルも20ぐらい違うはずだ。今更のこのこと戻ってきたところで、もうパーティーには参加できんぞ。何なんだこのボロボロのストーリーは。でも FF4 はね、音楽がいいんだよね。あ、音楽、音楽なんだよ。ストーリーを目の前にして、もうね、懐かしいな。私当時 CD とかサントラで買ったもんね、で CD 屋さんでなんかね、2枚組か3枚組ぐらいの CD でゲームミュージック出た。あれ、ハテナって書いてあったぞ。パラムじゃなくて、あ、また来た。お前恋バナに混ざろうか。女子トークに。なんだなんだ。なんか物々しい雰囲気。あんた調子に乗ってんじゃないわって崖から突き落とすの。出た。直球。なんです急に。本当そうだ。もちろんです。あ、これはなんだなんだ。向かい方はいいの好きなんでしょ。落ちるぞ、やばいぞ、レオノラさん落ちるぞ、はい、死んじゃうぞ、死んじゃうぞ。そう、ならいいなんやな、はい、なんやめっちゃ笑ってるし、ね、なんかスッキリしちゃった。どうした。
お前ら、お前ら全員戦ってないから。お前ら全員聞いてる聞いてる。ああ出た。ああ絶対こういうキャラだよ。で出れねえって。恐ろしいよ。終わり。友情のな。使う機会はない。残念ながら使う機会はない。なんでエッジになってる。なんでエッジになってる。メンバーチェンジはなし。よし。じゃあセーブして。進むぞ。これ進んだらもう1ボスぐらい来るよ。やっぱり あったあった。こんな近くに参るぜ、はい、来い。はい、次は誰の。あれ あれ、あ、パリンって行く前に、そう、邪魔しやがって完全な邪魔だな。せっかくね、うん、HP とか MP が完全回復状態で挑もうと思ったのか。もうアンデッド邪魔するよ。キラキラしてなかった。ああそうだね。あれが来てたな。やばかった。忍術。そして終わり。お、完全か。よかよかよか。大して経験値もないし。ねえ。あ、でパリン。なんだこの。わがまがしいキャラ。慣れないねこの子たちも。寒気がするほどの気配。今回やばいのかな。使い手の番か。使い手の番。あのできるやつってこと。アンデッド。ということは。アンデッド操るしてんの。だいたいゴルベーザさん答え知ってますよね。ああ、ただゴルベーザさんカッコなんだけど、ね。みんなに対しては言わないんだけど。カッコ発言。パリン。誰。カルミン・リオーネ。あー、なんか名前聞いたことあるな。でけえし強そうじゃねえし。ただこいつなんか召喚するんじゃない。確かに父のお前らまでお出ましかよ。四天王の言ったるから父の。スカルミオーネ、ミリオーネ。なんか喋り出した、喋り出した。あらま、おー、あー、どうしよう、アンデッドから倒した方がいいのかな。まあ、ザコキャラからいくか。全体攻撃、全体攻撃、ファイガーで、ビビアはプロテス。あー、ローザはプロテス。いくか、ドラゴン。お、今回は、ね、押さずにね、ちゃんと見たいと思う。結構これあんなになんかウェハハハハみたいな感じで出したものの、どれぐらい食らうんですか。あ、そこまででもない。これ何。あ、早いな、これリズム。でもさあ、ドラゴン頼むぞ、ドラゴン。 あれ、あ、こいつ早くね。早いっすね。よしよし、あー、あー、また早っ。早っ、やばい、つらい。なるほど、おし、あー、来た来た、よかった。触らないでさ、ドラゴン、レディアントです。すごいな、真っ白な、白ヘビみたい。ちょっと待って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 、で打撃中心にしちゃった。プロス、あーあー、あー、展開早っ。待って待って、フェアルダを全体にかけよう。展開が早っ。リカバリーが出てリフレク、誰か覚えてる。これ誰か一人でも食ったらやられるやん。フェアルダ、フェアルダ来い、フェアルダ、フェアルダ、来た来た。どれぐらい回復するかな。
おお、まあギリギリやな。ギリギリで、ギリギリで、もういいや。行っちゃえよ、マジ行っちゃえ。キアルダ、おお。え？キアルなんですか？ああ、白魔法再びキアルダ。アイテムは再びリカバリーロス。で、セオドアで国を行こうかな。強えなこいつ。あんなにもっさりしてて。なんか魔法。お前は行こう。お前は殴ってくるんだったら殴ってきてほしいんだ。え、2000とか取らない。待てよ。おお、よかったよかった。ゴルベーザには全くやってこない。ゴルベーザにかましてほしいな。エッジ早い。なんか。ああ、よし。よし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 。あれ、いる。でもすごいな、ゴルベーザ2連発。早いって、あいつのリズム。そっか、スローだ。あいつにスローだ。ゴルベーザが3発食らってもうあんな状態。あいつにスローをかけないといかんね。次のターンでスローだ。スローはローザかな。ローザかな。おお、打撃いいね。打撃いいね。で、スローダーが回復したところで返した。おお、よかろう。スローダー攻撃だな。いや、待て。待て。エクスポーション使っちゃえ。セオドアの、セオドア。白魔法、スローがない。スローがないので、攻撃って、ここでスロー。スローどこだ、スロー。スロー、あれ、あったあった、一番上だ。スロー。あー、でも大丈夫。ベニオでリビア。お、これってだいぶ、あ、よし。でもこれだいぶ状況変わるんじゃないかな。もう一回かけたらさらに多分さらにかかるんじゃないかな。結構まだ、まあ、普通の時より早い。おお、早い。回復が、おお、よかろう。ケニオ、エッジ、白魔法、ケアルダ。あれ、なぜケアルダをソロに、なぜソロにかけてもうたのか。おお、なんと見ちった全体にかけたい。戦え。もういいや、戦って。ゴルベーザ、ゴルベーザ。で、一回回復したいかな。あらま、あら、おお、うん、たの魂が出てくれる前なんだ。お、最初へこいと思った。早かった。ただのもっさりじいさんが出たと思ってこんな強力なこんな強いなんてよかったな。なんだかんだこれギリギリやで。あ、6000、結構な経験値。あー、ひどいひどい、これはひどい。なんでバックアタックなんだ。え、どういうことですか。ね、これどうやったらバックアタック直せるんだっけ。そう、チェンジ、チェンジ、よし。で、スキップ、スキップ、白魔法ケアルダ全体に欲しい、全体。リカバリードといこう。で、次でスローかな。こいつは覚えてないんだよな。プロテス使おう。こいつ明らかに打撃系だよね。先ほどスピードもない。うーん、ただスローだな。ここスローだな。びっくりしたな。2連戦ですよ、2連戦。でもダメージ結構効くな。てか、エッジ一番強いな。おお、あれ388。なんか、もっとやばい感じだったけど。よし、さらにこうですね。なんかこれもう
完全に勝ち点数じゃないんだ。スローが効いてるプロです。あとエッジにブーストでもかけてスピード超上げてエッジでひたすら殴ればいい。毒ガス。おお。おお。あらま予想だ。どうしようかな。フェアルだ。エッジだけでいっちゃうか。白魔法でこいつがエスナ覚えてるからどうしようか。弱いやつだから一体ずついくか。おお。あ、そうですか。全滅はこんなに食らうんだな。平気で1000とか食らうから。今セオドア900あるけどこれ安全ラインじゃないんですか。は別にどれだけ来ようがいい気がする。さらにスローができる。OK。 どうしよう。こいつか。いっちゃえ。いけ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 。ノリノリだ。いけいけいけ。しかもあいつスロー2度が出るさ。もう完全にただのフルボックキャラだ。マジタニみたいな。なんかだんだんちょっとかわいそうな感じに、かわいそうな感じにすら。そしてさらにあっちが遅いのにこっちがどんどんスピードが増していく。16連撃ぐらいをかまされるみたいな。やばいぞあいつ。なんか目も当てられない感じで。でセオダーもアンデッド系に強い武器を持っていて弱点属性系だから、今回セオダーとエッジだな。やるべきだ。セオダーにもかませる。セオダーがねこんなにたくましい男になるんですね。そしてこいつはもうなんかデジモンでも使ってゲームみたいな。強えぜセオダーとエッジ。強えぜ。無双だ。余裕あるな。バンドワードとかバンド技いっちゃう。余裕があるならバンド余裕がないときに来た。あらあれバイオが出るか。よし行こう。バンド技火炎獣いけ。でセオドアのバンド技は誰との組み合わせがあるの。ディバインヒールレオローザか。あ違う。あこれ勝手や。火炎獣いいね。クレアだね。あ、普通の攻撃と変わらず。レイオイ、レイオユ、私ってあの大一つ。勝ったな。オルゼーザ様、見て私を認めてくださったのはあなただけ。よし。ああ。そうか、四天王の一つって。あと何だっけな、四天王って順番にこれ出てくる系だな。四天王ってなんかあと3人いるね。優先。おお、強い。そしてレベルが上がらない我々も強い。確かに。これゴルベーザのかつての四天王って意味なのかな。ねえ、なんかあんま覚えてないんだよな。どこかにある。一体何をさせられてるの。そしてゴルベーザ安定の格好。一人心の中で。おおおお、ここにセーブポイント。宝なんか期待できそう。来た。そして月が変わった。この宝を取ったところで今日は終わろうか。うん、何が入ってると思いますか。結構いいの来るかな。結構いいの入ってると思います。ぞ、はい、オープン。石くずのロッド。これはちょっと待ってくださいね。これはリディアがリカバリーロッドに代わる武器を手に入れたと考えても良いんでしょうか。このままリカバリーロッドを使いそうな雰囲気がしますけど。
スカウトプチ締めてよ。待って待って、頼む。ローザに装備させて。これを外してローザ、ローザに装備できない。なんで。いや迷いますね。でもいいな、プチ締めてよ。ちょっと一回使ってみましょう。一回使おう。セーブポイントに戻りながら一回使おう。そしたらベヒーモスが出る。よし、来た。出た。予想通りベヒーモス来ちゃった。はい、さようなら。煙玉絶対逃げれる。あいつ強いからな。さあ、ほら、来い。行けよ、来い。行けよ。ほら。ほら。ほら、来い。ほら、来い。はよ、来い。みんな待ってるぞ、みんな。みんな待ってるぞ。ほら。早く。来ない。早く。来た。なんか強そう。これ、やばそう。え、これ大丈夫？やばそうじゃない？うわ、強い。ちょっと待ってくれ。ちょっと強そうでやばいんだけど。ちょっと本気、割と本気で。装備本気、星屑のロッド使う。そしてどうだ、星屑のロッド。あ、かわいい。え？きっと合わんかった。そう、倒してやる。魔法機関系だ。でも星屑のロッドは MP 使わずに決めてるらしいから。すごい。おー、ローザのレベルが上がった。おー、おー、おー、やべ。ちょっと攻めて、プチ見てよ。え、あった、あった、あった、見えた。あ、えい。うん、まあまあまあ。さあ、早く。魔法が効く敵が出てこい。早く。よし。ああ。おのれ。許さず。ああ。舐めるな。星屑の。経験値はうまい。おお、おお、よかった。すごい。ちょっと、くそ。私はただ星屑のロッドの威力が見たいだけなのだ。それ以上何も星取らんのだ。さあ、来た。よし、これオートプレイで倒しちゃわないの。待て、オートプレイ解除。これ持ってない、持ってない。でもどうせあのあれです、テントで月変えました。さあ、暗い、プチメテオ。かわいいよな、プチメテオ。マベルトの完成です。テントでも張りながらリカバリードットを装備しましょう。よし、そう、リリア残念だったな。万能ですね、やっぱりたまりだった。テントでちょっと月を変えておこう。でも2つボス倒した。サクサクいきましたね、うん、これどういう月だろう。魔法が強いのか。白魔法が強い、魔法が弱い。まあこれでいっか。じゃあセーブしておきます、はい。はい、はい、そんなわけで今回は試練の山までやってまいりました。次回も楽しみによろしくお願いします。